トランプ前大統領は邸宅があるフロリダ州に戻って演説に臨み、起訴されるべきではなかったと身の潔白を強調しました。演説会場から中継です。トランプ氏が邸宅マー・ラゴのこちらの会場で行った演説はわずか25分ほどと短く、終始硬い表情で疲労の色がにじむものでした。 And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. Say there is no crime and that it should never have been brought. Never have been brought. Everybody.トランプ氏は自身に向けられた捜査が民主党によるものだと主張し、法執行機関を利用して選挙を妨害しようとしている、選挙で勝てないから法律で勝とうとしているなどと批判しました。自分が政治的迫害の被害者だと印象付けることで岩盤支持層の拡大につなげたい思惑が透けて見えます。起訴を受けてトランプ氏の支持者の中には、自分が盾になってでもトランプ氏を守ると話す人もいまして、熱狂の度合いが増しているのを実感します。今回の起訴がトランプ氏の思惑通り有利に働く面がある一方で、大統領選挙の本選で鍵となる無党派層は一層距離を置く可能性があります。